皆さんこんにちは、ケアキョウです。本日も先日に引き続いて介護ロボットの活用をされていらっしゃる東京都大田区にあるサンタフェガーデンヒルズさんにお邪魔させていただいております。本日は実際に介護ロボットを使っていらっしゃる姿をご覧拝見できるということで、谷口さん、大野さん、よろしくお願いします。本日はフロース東工場で実際にどのようなものを活用しているのかということをぜひご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では居室前に移動してきました。これから実際にノーリフトケアを行っているノーリフト機器ですねを使用しているところをご覧いただければと思います。ではこちらにどうぞ。こちらはノーリフト機器になっておりまして、こちらの機械でご利用様にシートの上に乗っていただいて、それを浮かせながら車椅子まで移動する機械になります。なるほどですね。で、ご利用いただくシートの方はハンモック状態になっておりまして、ご利用様が快適に移動できるような仕様になっております。はい。でこちらを使用することでリラックス状態で、こちらに乗ることができるようになっているので、はい、緊張状態がない状態で、移動することができるようになっております。ちなみに介護職の側からするとどんなメリットとかございますか？そうですね、こういった、ご利用様の異常介助っていうのはやはり腰の負担っていうのはすごくかかりますし、全介助の方々ですと2人介助で異常しなければいけなかったりするので、はい、そういった、身体的な負担っていうのはすごく大きいものになります、そういったものをこういった機械で、活用することができるようになりますので、はい、職員の負担の軽減というところにも大きく活用されています。あとはこれにずっと乗っている状態っていうのが結構リラックス効果がありますので、拘縮を緩和させたりする、副次的な効果もございます。で下ろしていって車椅子に着地いただくと、はい、乗っていただくという形ですね、はい、これで外していただいて異常が完了ということですね、はい、非常にスムーズに移動していただいた形ですね。そうですね、こちらを活用することでそこまで時間を要することもありませんし、安全という面でも、人がやるよりは全然安全になりますので、そういったところですごく、効果のある、機会かなと思います。はい、すみません、いろいろご協力いただいてありがとうございました。笑みこぼれてらっしゃいますが、ご感想とかいかがです？大丈夫ですか。はい、では続いてのご紹介お願いします。はい、次は移動と異常を支援する、介護ロボットのハグを実際に使用しているところをご覧いただければと思います。原口さん、はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、じゃあこちらにまず足乗せますね。こちら車椅子からベッドへの移動ということですね。そうですね、はい、はい、では前に前傾姿勢になってください。どんな流れで使うか教えていただけますか？はい、基本的に、ベッドから、車椅子の移動と移動に使わせていただきますし、あとはまあこういった車椅子とベッドの移動だけではなくて、そのままトイレに行っていただいて、トイレに座っていただく、そしてトイレからそのままハグに乗った状態でベッドに戻っていただくというような風に、居室内での移動・移動を支援するような形で使用しております。原口さん立ちますね。しっかり捕まっててください。はい、そうです。じゃあご利用者様にとってはいかがですか？そうですね、こちらの、機械を使用することで、異常される回数っていうのも減るので、ご利用者さん的な身体的な負担ですとか、精神的な負担っていうのも緩和されやすくなりますし、あとは短い距離で、何度も何度も、行ったり来たり、異常することがなくなるっていうところで、ご利用様的にも一つの手間で、全てができるというのがいい点かなと思います。そうですね、ベッドに座りますね。介護職の方からするといかがですか？そうですね、介護職の方でもやはり異常をする回数っていうのは、例えば、横になっている状態からトイレに行くだけで、車椅子に移動してそのまま次にトイレに行った後に立位を補助する支援をするっていう形で2回、異常作業が伴うんですが、そういったものも、このハグ一度だけで終わらせることができるので、負担軽減にも つながっています。なるほどですね。あっという間に異常完了というところですね。はい、ご協力ありがとうございました。使っていただいて痛いところとかなかったですか？ないですけど。ないんですか？うん、ああ、よかった。長時間やってるとね、はい、開けたところが
もうこれぐらいの短い時間だと全然体の負担なく、ありがとうございます。では続いてのご紹介お願いします。はい、これからご紹介するのは、ペッパー君へのレクリエーションのしている様子をご覧いただければと思います。なかなかレクリエーションしている姿は見れないので、はい、ぜひ拝見させてください。はい、ぜひ。されてらっしゃるんですか？はい、そうですね、ペッパー君を使用しているタイミングとしましては、例えば職員がなかなか手を離せない時には、うん、ペッパー君で一人でレクリエーションをしてもらうこともあります。他にも、職員と一緒にレクリエーションをしてもらう時もたくさんありますし、やはり人間一人が何かレクリエーションを提供しようとしても、やはりその予備知識というか、引き出しっていうのはなかなか少なかったりするので、ああいうペッパー君だと引き出しが多くあったりするので、職員と協力しながらペッパー君とレクリエーションを提供することで、より楽しんでもらえるバリエーションが増えるという利点があります。なるほどですね。実際のご利用者さんの反応とかお声はいかがです？はい、すごくいいですね。やはり、職員一人でやると盛り上げるのになかなか得意不得意っていうのが出てきてしまうんですが、ペッパー君がやってくれることで一律した安定したパフォーマンスが見ることができるので、やはりそういった職員だけではなくてご利用者様も結構愛着が湧いてきたりですとか、そういった影響が生まれて結構盛り上がるようなレクリエーションができます。そうですね、ありがとうございます。谷口さん、本日いろいろ見せていただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。介護ロボットすごく活用されていらっしゃると分かったんですが、最初介護ロボットということでご利用者さんの抵抗とかってなかったですか？そうですね、ご利用様に関してはやはりきちんと実際に使用する前に、ご利用様とその契約代理人であるご家族様に、はい、説明と同意を得た上で使用しておりますので、そういった抵抗などは特にございませんでした。やっぱりそういった手続きをしっかり取られているということなんですね。はい、もちろんです。一方で介護士さんが介護職の方からすると介護ロボットの使い方とか、そこでのハードルとかって何かございました？そうですね、やはりいきなりわからないものを使えでは介護職員は使わないと思います、うん、そういった中でなぜそれを使うのかっていうのは一つ一つ目的がありますし、はい、その目的の中にはサービス品質の向上っていうところと介護負担の軽減っていうところが必ずあるようにしておりますので、そこの導入目的っていうのはきちんと介護職員に伝えた上で導入しています。なるほどですね。あとこうした介護ロボットを使っていくことを勉強するための資格があるというふうにお伺いしたんですが、はい、そちらのご案内もお願いできますか？はい、私どもの法人ではスマート介護士という資格を、創設しておりまして、我々の法人はその資格試験をみんな受けるように推奨した上で、運用しております。実は私もスマート介護士一生懸命勉強して取らせていただいたのでありがとうございます、はい、ぜひご覧いただいている方もちょっとぜひ勉強してみていただけたらと思います。あと最後にですね、こうした介護ロボットの導入に関してご利用者様で、介護職さんというところのメリット、改めてまとめて教えていただけますか？はい、ご利用様に関するメリットっていうところで言いますと、やはり今まで介護職がサービスを提供する上でアセスメントっていうのは、介護職員や専門職員が感じることの中の経験則ですとか、感覚値が結構反映されていたように思います。確かに。ですがこういった介護ロボットを使うことで、はい、実際に、先ほどご覧いただいた、眠りスキャンですとか、そういったものは睡眠記録っていうのが、睡眠時間が分単位で分かるようになりますし、きちんとした根拠を得る上で、その根拠を活用しながら、科学的な介護っていうことが提供できるっていうことがイコールサービス品質の向上に寄与するというふうに考えております。そうですね、はい、ありがとうございます。あとは職員の方はですね、やはり、そういった見守りですとか、はい、そういった介護記録の入力ですとか、そういった間接業務ですとか見守り業務っていうことが、テクノロジー機器が補って、手伝ってくれるので、そういったところで、
介護職員が余計に動かなくていいですとか、介護記録の二重入力が不要ですとか、うん、ありますね。そういったところで負担軽減に寄与しているのかなと思っております。なるほどですね。谷口さん、本日いろいろ教えていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただいている方はご参考になりましたでしょうか。ケア協チャンネルではこうした形で介護職の皆さんの参考になる情報をどんどん発信していきますので、ぜひチャンネル登録といいねもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。